ladies and gentlemen, this is one of mirrors called dōkyō or bronze mirror in japan. japanese archaeologists regard them as just mirrors, but they are not just mirrors. they are simple astronomical calculators Over. Hundreds of such bronze mirrors have been discovered in Japan, and one of them is this bronze mirror. In the Meiji era, it was found in the Nagamochiyama burial mound in Osaka and moved to the United States in the Meiji era. Now, this bronze mirror is in the Boston Museum of Fine Arts, USA. The center of this bronze mirror is an accurate relief-engraved map of the Arctic Ocean. Please carefully compare it to the actual photo. However, in the bronze mirror, the darkest part is the icy or ice. If you exclude this black part and compare. You can know that the two are exactly the same.In the land area that is now Russia, even rivers and wetlands are accurately represented. これは日本で同郷と呼ばれている鏡です。日本の考古学者はこれをただの 鏡と位置づけていますがただの鏡ではありません簡易天文計算機ですこうした銅鏡がこの日本では数百枚以上見つかっていますでその中の一枚がこの銅鏡です明治時代に大阪の長持山古墳で見つかり同じく明治時代にアメリカに渡りました現在この銅鏡は、 ボストンン・ミューーアアム・フ,ファインアーツに所蔵されていますこの東京の中心部には北極海の地図が北極界の地図が正確に浮き彫りで彫刻されています注意深く実際の写真と比較してみてくださいただし同橋の中で特に色の濃い部分は「氷海」ですその部分を除外して比較するとこの両者は 全く同じであることが分かります現在のロシアになっている陸地部分には川や湿地帯まで正確に表現されています広瀬林浜松市ジャパン Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a map of Arctic Ocean engraved on a dokyo or literally it means bronze mirror in Japanese. They say it's just a mirror and it hasn't got further meaning of it or the patterns on the reverse side of them are just some sort of decorations. Wikipedia explained about bronze mirrors as follows: Bronze mirrors were produced in China from Neolithic times until the Qin Dynasty, when Western glass mirrors were brought to China. Bronze mirrors were usually circular, with one side polished bright to give a reflection, and the reverse side with designs. I Hiroshi hayashi however, have got a quite different idea about Tokyo. 同胸は鏡だという、ただの鏡であると。そして鏡の面がですね、表。いろいろな模様が書いてある面が裏。裏は裏。裏の模様はただの模様。模様は模様。意味はないと。が本当にそうでしょうか例えば、ここに一枚の同鏡があります。 大阪府の長持山古墳で明治時代に発掘され、現在はマサチューセッツ州のですね、ボストンミュージアムファインファインアーツですか、ボストン美術館に所蔵されている銅郷です。明治時代にアメリカに流出した銅郷と言われています。当時、詳細図をですね、記録にして残していた人がいて、それで長持山から流出した銅郷と分かったそうです。 で、その東京の中心には28個の半円が刻まれています。28個です。よく見るとその半円も大きなものから小さなものへ、さらに小さなものから大きなものへと順に並んでいるのがわかります。月です。月です。となるとその中心部にあるのは地球ということになりますね。地球を取り囲んで月が28個並んでいるというのです。大きな半円は満月、小さな半円は新月ということになります。 で、私がそれを調べているとき、私はその地球が北極海の地図と一致しているのを発見しました。つまり、その同橋のですね、中心部が北極海の地図と一致しているのを発見しました。似ているとか似てないとかというレベルの話ではなく、写真のように正確に一致しているのを発見しました。それについてはすでに3年前に動画にして発表しましたが、ここではもう一度、 実際の写真と簡単に比較してみますので、どうかご覧になってください。大切なことは、ご自身の目でそれを比較し、ご自身の力で、まあ、判断なさることです。が、注意していただきたいことがいくつかあります。まず、同郷の地図はサビではないということです。まあ、よくね、サビではないかというふうに、まあ、考えられる方が多いと思いますけども、サビではないということです。 この長持山古墳から出た道橋には錆らしいものはほとんどありません。道の純度が高い、あるいは保存状態が良かったなどがその理由として考えられます。次に道橋の中で特に色の濃い部分は黒い部分ですね。氷、海氷、もしくは雪と判断してください。さらに重要なことは道橋の地図は特殊な方法で彫り込まれているという点です。 ま、浮き彫りであるということの他にですね、よく考えてみてください。同郷の中心部は半球体でしょその半球体をその上部から見て、その状態で北極海の地図と一致するということは、私たち人間が通常に使っている地球儀とは全く違ったコンセプトで作られているということです。もう少しわかりやすく説明しましょう。例えば、人間が使っている地球儀では、その平塩分ですね、周辺部では地図が圧縮されます。 例えば、オーストラリア大陸でもですね、そうした状態で見ますと、紐のように見えます。が、同郷の地図は、真上から見たとき、そのまま北極海の地図となって見えるということです。わかりますかこのことも、これに続く動画の中で、詳しく説明します。なお、冒頭で言いましたように、月が2九個、8個になっている点にも注意してください。28個です。 いいですか純粋単位歴の、つまり見かけ上の1ヶ月の月の日数は29.5日です。29.5日です。もしこれを人間が作ったとするならば29個、もしくは30個にしたはずなんですね。しかし28個になっている。まあ、28ということはですね、宇宙から月の1回転を見ている人だけがですね、地球をぐるっと回りますよね。それが28日ですから、宇宙から地球、あるいは月を見ている人、 のが、それを知っているということですよね。28になっている点に注意してください。つまり、日本の考古学者たちが主張しているような、ただの模様ではないということです。さらに言えば、中央の北極の周り、つまり地球の周りを月が回っているということは、この動況を作った人は、地球、球体説をすでに知っていたことになります。そればかりではありません。月が、その地球の周りを回っていることを、この動況は、 具体的に示しているんですよ。現在の私たちにとっては、小学生でも知っているような常識ですが、今から1700年ほども前の人たちが、どうしてこんなことを知っていたか、というようなことを、まあ、まあ、そういった、まあ、回りくどい言い方はやめます。この同郷に振り込まれた北極の地図は、お地図を見ればわかるように、この同郷の地図は、この地球を遥か遠くの宇宙から見ることができた人、つまり、 エイリアンによって書かれたものであるということです。月の数が28個になっているのもその、まあ、理由の一つです。ここが重要です。まだこの日本には地動説も地球球体説もなかった時代ですよ。ヨアンや月が地球を回る衛星などと,などということをですね、主流詞もなかった時代ですよ。どうしてこんな動機を作ることができたか、もう一度ご自身の頭で考えてみてください。また繰り返しますが、 この28個の月は時計と逆回りに回っていることがわかります。いいですかよく見てくださいよ。左回りに満月から下弦の月、そして新月、そして上限の月を経て再び満月になっているのがわかります。この回り方は実際の月の運行の様子と一致します。あるいはあなたならですよ。前に番でもいいですけども空を見上げて月を見たとき、月が地球をどのように回っているか、それがわかりますか 月が左回りに、まあ、北、あの、北の情報から見てですよ。時計回りに回ってるか、あるいは反時計回りに回ってるか、それがわかりますかわからないはずですよ。つまり、地球上にへばりついて生きている人間には、こうした事実は主流史もないことだということです。どうかそんなことも頭に置きながら、続く動画をご覧になってください。が、最大の謎は実はこのことではありません。世の中には、聖徳太子の地球儀と呼ばれる大パーツもあります。 まあ確かに、それには日本列島らしきものやアジア大陸らしきものが彫り込まれています。地球儀といっても、そのように見ればそのようにも見えるというだけのものです。が、それでもオーパーツはオーパーツ。が、私が発見した道橋の中の北極海の地図は、皆さんご覧の通り、地図というよりは立体写真です。繰り返しますが、浮き彫りです。が、どうしてこれはオーパーツではないのでしょうか。つまりこの道橋一枚だけでも、 古代、この日本を支配していたエイリアンの物的証拠ということになるのです。仮に100歩譲っても、それがサビによる超偶然の位置,位置ということであるにしてもですよ。では、28個の月がどうなりますかどう解釈しますか ?28 個ですよ。もし人間が作ったら29個か30個になったはずでしょう地球からどう見たって月がですね、1ヶ月で、28日で月が一周するなどということは、地球上の人間には知るよしもないことなんです。 大切なことは、私たち知らない事実が、私たちの目の前にあるということです。しかも、ゴロゴロとある。が、私たちはそれに気がつかないまま、日々を無難に過ごしている。何事もな,なければそれで良いと。あるいは、昨日と今日が同じであればそれで良いと。明日も今日と同じであればそれで良いと。何も気がつう、気がつかないともしないわけですね。あるいは気がついても、それを頭から否定してしまう。あるいは、さらに気がついても、翌日には、すっかり忘れ、忘れてしまう。私にはそれが謎だというのです。 つまり、思想をその都度積み重ねていかない。事実を頭の中で組み立てていかない。不思議だ、不思議だと思うだけで、そこから前に進まない。自分で考えようともしない。その思考能力すらない。あとはお決まり,決まりの堂々巡り。人間が欠陥として持つ脳みその構造に起因していると私は考えています。が、私は、私にはそれが謎だというのです。その一例として、 こうした同郷に振り込まれた北極海の地図についての動画を皆さんにお届けします。あるいはあなたならこうした事実をどのように判断なさいますかじっくりとご覧ください。なお冒頭のウィキペディア百0回地点の英語版にはこう書いてあります。同郷は中国で作られたと。日本という言葉がどこにもありません。なぜ日本という言葉はないのでしょうかあるいはなぜそうなってしまったのかあなたにわかりますかあの、 トライ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 文化トライ人という言葉に私が原因はあると思います。これも考えてみればおかしなことですね。では続く動画をお楽しみください。Bye for now!Hello, this is Hiroshima-ish Japan.Disc、uh, mirrors as calendars. here in this video i show you again a disc mirror unearthed at okinoshima island where more than 20,000 of treasure artifacts have been unearthed. himikos disc mirror is one of them. A japanese archaeologists claim that these disc mirrors are just mirrors which have no further significance than just mirrors. is this true? Can you agree? I just wonder if this is a mirror or not. Or uh, very frankly to say, this is not just a mirror. Ransuke-san, a friend of mine has pointed out the fact that Asteca calendars bear a very close resemblance with disc mirrors in Japan in shape and in appearance. Here in this video, I would like to compare them to show you that d i s c mirrors are not just mirrors as we have been taught by Japanese archaeologist. s 日本の考古学者は、道教をただの鏡と位置づけています。が、道教はただの鏡ではありません。私たちが道教の裏と呼んでいるその裏面部にこそ重大な意味が隠されているのです。 ここでは沖の島で発掘された卑弥呼の道鏡を例に挙げてそれを考えてみます。なお、この後に明治時代に長持山古墳で発掘された道鏡についての、まあ、その検証したビデオをつなげておきますので、どうかご覧になってください。それを見ていただければ、道教がただの鏡でないことが分かっていただけるはずです。で、沖の島で発掘された その同郷ですが、同郷についてのビデオは1時間20分48秒後からご覧いただけます。1時間20分48秒後です。その同郷にはメモリーがしっかりと刻み込まれています。365、366、133という数字が浮かび上がってきます。365と366、わかりますかもうわかりですね。で、 133というのは何かということですけれども、133というのは 19×7。つまり、作産当時から作産当時までが19年。それを7回繰り返して、小と言います。つまり、133年ですね。で、古来より、政権も133年続いて初めて安定したと見られていました。盛大な祭りが取り行われました。 133という数字はそういう数字です。そういった数字があの卑弥呼の同郷の中に刻み込まれていたのです。まあそういった事実をこれから皆さんにお見せしますので、このビデオを見て皆さん自身が確認し判断してください。大切なことはご自身の目で確認し判断することです。今ではこうしてこのようにして私たち自身が古代の謎を 検証することができるようになりました。あとはこうした事実をもとに統合的な理論を組み立てていくことです。それともあなたは今までの通り謎の迷路の中でウォーサオをし続けますかで、今皆さんにご覧いただいているのがアステカカレンダーと言われているものです。ランスケさんが紹介してくださいました。 で、こうした、まあ、アフカカレンダーを見ているとですね、まあ、日本の道教とは逆に、まあ、よくもまあ、これだけそれぞれの、まあ、部分ですね、に意味を、まあ、つなげたものだと感心します。が、同時にそれはですね、裏を返していますと、私たちが道教と言っている、そして裏と言っている、あの、まあ、飾りと言っている、その部分にですね、同じように重大で重要な意味が隠されている。 というふうに私は判断しましたが、皆さんはどうでしょうかもう一度このアステカカレンダーを見てください。で、このアステカカレンダーと私、私たちがですね、同郷と呼んでいる、鏡と呼んでいる、あの同郷の裏に、まあ、彫り込まれた模様と比べてみてください。何も劣らないんですね。いいですか結論です。これがアステカカレンダーです。 右下が道教です。聖地差においては、日本の道教は一歩も引けを取らないんですね。しかしこの日本では、この裏の模様はですね、た,ただ単なる意味のない模様というふうに片付けられています。怪獣であるとか、まあ、人物像であるとか、その程度の解釈がして,ありますけどしていますけども、それ以上の解釈が、まあ、していないと言いますか。 されていないんですね。私はそれがおかしいと言っているのです。右下は犬山市の古墳で見つかった道鏡です。これらは本当にただ単なる飾りなのでしょうか正確に言っていますか。刻んであるのがわかります。ということで続くビデオをご覧いただけますと、道鏡がただの鏡でないということがを皆さんにも わかっていただけると思います。どうかご覧になってください。ランスケさん、どうもありがとうございました。バイ !Hello, this is Hiroshihaya-shi, Hamama City, Japan.An alien's terrestrial glove.A map of the Arctic Ocean sculpted on a dokyo or a disk mirror which was unearthed at Nagamuchiama Kofun m o u n t Osaka, Japan. Now it is in Boston Museum of Fine Art, Massachusetts, USA. 東京です。この東京はエイリアンによって作られました。その証拠はこの東京の中にあります。ここに28個の月が並んでいます。月の見かけ上の光天周期は29.5日。もし人間が作ったのならば、29個か30個の月を掘ったはずです。 しかし、ここには28個の月があります。つまり、月を宇宙から見ることができる人のみがそれを知っていたということになります。えー、左上が満月です。右下が新月ということになります。そして、28個の月が並んでいます。回転は逆ですけども、時計と反対回りに回りますと、下弦の月、上限の月、形も一致します。 そして実際の月の動きとも一致します。もう一度、その動きを見てみます。下限の月になり上限の月になるというわけです。そして満月という動きになります。左が下限の月、右が上限の月。形も同じです。すなわち、この 同郷は少なくとも人間によって作られたのではないということになります。実際の月の動きを見ていただけます。地球です。この地球、北極上空から見ますと月は時計の針とは反対に回ります。先ほどのいわゆる同郷、まあ、に振られた月の動きと一致します。で、皆さんにこれから 北極海の地図を見ていただきます。東京には北極海の地図が正確にといいますか、写真のように彫り込まれています。左が東京に彫り込まれた北極海の地図です。右が Google Earth 上での実際の写真です。まあ、順に比較してみてください。なお、左の同京はですね、 明治時代に長持山古墳から発掘され、明治時代にアメリカへ渡った、ったそうです、えー。大阪府の教育委員会の方に話を聞きましたら、まあその当時ですね、正確にこの道教の模様をですね、えー、絵にして書き留めた人がいたんですね。で、その絵と、ボストンミュージアム、ボストン美術館にある、えー、その道教と、 比較してみましたら一致した。ということで、左の同郷は明治時代に日本から流出した同郷だということが分かったそうです。で、現在それはアメリカにあるわけですね。まあこうして比較していただくと分かりますように、正確にと言いますか、今言いましたように写真のように正確に左の同郷には北極海の地図が描かれています。 驚くべきことに、川、それから島まで描かれています。注意していただきたいのは、特に色の濃い部分、黒い部分は、海氷、あるいは氷というふうに考えています。ここに島も彫り込まれています。この左の東京は、今から1700年前、卑弥呼の時代に作られたと言われています。シベリアの 川場で掘り込まれています。ここにも川がありますね。後でもう一度皆さんにお見せできると思います。このように左の道橋は、まあ、地図というレベルを超えているわけですね。が、しかし、ここで大きな謎が生まれます。左の道橋は球体です。 直径が38ミリしかありません。そして上から、真上から見た写真と北極海の地図が一致するということはですね、特殊な方法でこの地図が作られているということになります。すなわち、まあ上が写真だとしますとね、そしてまっすぐ垂直に下へその映像を落とし込んで、そして地図を作ったということになります。これは人間の持っている地球儀とは全く違った方法ということになります。 人間の持っている地球儀はこのような作り方をしません。人間が持っている地球儀は、まあ、球体をですね、包み込むようにして、そしてそれぞれの、まあ、接線に対して垂直に絵を落として地図を作ります。が、左の動向はそうではなくて、まっすぐ垂直に上から画像を落として、そして球体の上に地図を掘り込んだということです。ですから、現在、 この道橋を真上から見ますと、そのまま北極海の地図となっています。まあ、人間には考えられない方法でこの地図が作ってあるということですね。で、まあ、細かい部分を検証してみますと、この部分を拡大してみます。 ま、あの、中心が光っていますし、あの、上の左の端に見える黒い部分は、これは穴です。まあ、紐、糸を通すための穴だと言われています。先ほども言いましたように、特に色の黒い部分は氷というふうに考えて、えー、ください。そうしますと、 謎が解けます。これでわかりますね。今、シーアイスと書いた部分が氷ですね。この赤い部分も氷です。それを、あの、通り抜けると言いますか、それをこう、外して、あの、海岸線を追いかけてみてください。先ほど言いましたように、わかりますかね。あの、川の位置まで書かかき込まれていますね。川と言いますか、あの、湿地帯のようになっているところですね。で、島もあります。 今度はこの部分です。まあ、同じように掘られているわけですけどもやや見にくくなっているかなという感じですね。錆びだ錆びだというふうに主張をなさる方がいらっしゃいますけどもあの同居を何枚か見られますとサビか錆びでないかぐらいの区別は簡単につきますのであの見たことがない人が錆びだ錆びだなどとは言わないでくださいね。 で、明度を上げていますと、陸地が緑っぽくなります。何か特殊な仕掛けがしてあるようにも私は感じます。で、黒い部分、氷の部分は黒いままで残るんですね。そして左の上が先ほど言いました穴です。 ということで、まあ、この道教は、ただの道教ではない。北極海の地図が描かれている。しかも1700年前、卑弥呼の時代、28個の月があるということになります。なわち、この道教は、人間ではない。すなわち、エイリアンによって作られたということになります。もう一度繰り返しますが、直径は38ミリです。ピンポン玉と同じ大きさです。そこにこのような地図が彫り込まれています。 では続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye for now.Hello, this is Hiroshiyashi, h y, Japan. O, a m a m a s u Japan.Docuo Disc Mirrors as Lunar c a l e n d a r s d o o は単位歴万年カレンダーだった。d o o は本当に鏡なのでしょうか 私は何度も問いかけてきました。これは明治時代に長虫山古墳から出土され、そしてアメリカに渡ったあ道教です。現在はマサチューセッツ州のですね、ボストンミュージアムファインアーツに収蔵されています。この、まあ、道教の特徴はですね、中心部に北極海の地図が描かれているとい,うということです。で、まあこれを精査していますと、精査すればするほど、 似ているとか、そういう風に見えるとかというレベルを超えて同じなんですね。しかも、上の道橋は直径が38ミリ、ピンポン玉の大きさです。そして浮き彫りなんですね。で、特に注意していただきたいところは、上の道橋のまあ地図の中でですね、特に黒い部分は、海氷もしくは氷と思われます。で、その部分を除いて精査してみてください。そうしますと、えー、まあ、ロシア側のですね、川の、まあ、様子、湿地帯の様子まで一致します。 で、まあ、考えてみればおかしなことなんですね。あの、な、何がおかしいかというとですね。まあ、あの、私たちが考える地球儀とは違いまして、あの、広角レンズで撮って、それを上から焼き付けたのが上の、いわゆるその、道教に掘られた地図だということなんですね。というのは、下の、左下の、その、Google Earth 上で見たその地図はですね、ほとんどその、なって言いますか、あの、 視点をずっと上に上げたんですけども、同郷のように、なんて言いますか、球体に近いほどまでの,の、距離まで上げることはできないんですよね。ですから、まあ、ある程度、上げたところで、平面で、に近い形で切り抜いて、平面じゃありませんけどね、に切り抜いて、まあ、精査して、それがこのように一致するということは、同郷の鏡というのは、まあ、ある種の、まあ、特殊な方法で撮影され、それを特殊な方法で、まあ、同郷の中に焼き込んだものだということになります。 まあ、その、この長む山ゃま古で出ましたこの同郷は、ただの同郷ではないということですね。ということを皆さんに最初に確認していただきたいために、このような、まあ、ビデオをまあ見ていただいています。まあ、これ上が、あの、左上が今度は同郷で、右下が、実際の Google ア a スで捉えた地図なんですけども、 極めて酷似してます。酷似というかもう同じですね。ということを皆さんご自身でご確認ください。そして海の中の海底の様子まで掘り込んでやると。で、ただ、あ,あの、グリーンランドだけはですね、形が違うんですよね。で、グリーンランドという、あの、島はですね、氷の重さで、えー、地表面が2、300メートル下にあの沈んでるんだそうです。 で、まあ、よく生産してみますと、川、湿地帯の湿地帯というかどうかわかりませんけども、この緑のところがですね、こういうふうに掘り込まれているということなんですね。そして、島の位置、形も同じであるということです。まあ、ただのその鏡、同まあ、鏡ではないということですね。ピンポン玉の大きさですよ。38ミリ測ってみましたら。小さいんですね。で、これがその同郷の中心部にある北極海の地図です。 で、あの、何度も精査してか調べてきたんですけども、これはもう最初に発表してから2年近くになります。で、こうして比べていただくとわかる。まあちょっとあの写真の画像が悪いんですけども、このように、まあ比べてみますと、同じなんですね。もう同じのものは同じというしか言いようがありませんが、あの、皆さん自身でご確認ください。というのはこの、 ということはですね、この同居はただの同居ではないというふうに、まあ私は判断しています。 で、この黒い部分が氷だ。これが初めわかんなくてですね、あの、部分的に合わないところがあったんですけども、特に黒い部分は、あの、氷だということですね。まあ、それはあの、明度を上げてみますと、氷の部分はブルーになるんですね。そして、陸地の部分は黒くなるんですね。ということは、何かのこう、細工までしてあった可能性があるんですよね。その、明度を上げる、明度を上げると言います。ここで上げましたね。そうしますと、あの、氷の部分はあ、ごめんなさい、逆ですね、黒くなって、陸地の部分はグリーンになりましたね。ですから、 何かしらそういった細工もしてあるのかなってもう。これは私の、まあ、そういうふうに思ってるだけですけどもね。あの、まあ、あの、皆さんご自身で上の同教と右下の実際の地図を見比べてみてください。全体の輪郭ももちろん似てますけども、あの、なんて言いますか、それ以上に細かい部分も似ている、似てるじゃなくて同じだということですね。 で、グリーンランドがその下に来るんですけど、グリーンランド、この黒い部分が、あの、同郷の左のね、下の、その、このカブトミシうな形をした、これが何かということはわからないんですね。あの、ここだけが合わないんです。どうしてこういう形で表現されてるのかってことなんですけどもね。まあ、同の方にはこうした穴が開いてますから、その、穴を無視するわけにはいきません。ということで、まあ、続く、この中でですね、もう一つ踏み込んで考えてみたいと思います。 同郷はカレンダーであった。まあ、この、大変難しいんですね、この謎解きは。何度もやってますけども、はい。これはま同郷ですけども、まず中心にですね、ここに、あの、繁栄のものがぐるっと並んでますね。これ上の方が大きくて、下が小さいことに注意してくださいよ。そして28個並んでいます。で、これは何かというと、当然月ということになりますね。真ん中が北極、地球、地球ですから。 北極海を表した地球儀ですからね。そしてこの上が古文、満月。そして下が逆に、えー、こ,これはあの上限の月ですね。そして今度は左下があの下限の月で、だんだん小さくなっている時はああなるわけですね。そして下があ新月ということになります。そして12時を8個の月になっているということですね。 で、まあ、これで、まあ、あの、模様でないということは皆さんにも分かっていただけたと思います。で、これを月だと。そういうふうに、まあ、断定していいですね。で、まあ、忠実に満月から新月までを描き込んであるということです。もう一度確認しいてくださいね。あの、大きな円,円と円というか、一小さな円。そして、書いてそれい周りにですね、30個の漢字が、あの、書き込まれています。で、これを30個 こうってことは、ま、数えていますけども、あの、部分的に分かりにくと、あの、この図では分かりにくいものですから、大きくして調べましたですけども、全体に、まあ、こうして、その感覚がですね、ややこう微妙に違っているところも気になるんですけどもね、何かしらののま、上あが中心が北極海の地図だとするならば、周りはその北極海から見たそれぞれ各地の、ま、人間の生活の様子を表したものではないかなということで一度調べたことがあります。 それでこうしてま、見てきますと周りにこうメモリが刻み込んであるんですね。この黄色の円の下がですね、360本の線があります。そして上が117個の三角形が彫り込んであります。この黄色い線の内側ですね。で、28の月。そして30のあの漢字が彫り込んである。30という数字ですね。そして360の これがまた不思議なんですね。ヒミコの時代に一生が360度と決まってたということになりますからね。そして11、117、9×13、あるいは 3×3×13 という数字が、ここで出てくるわけです。で、28は、これはもう、あの、いわゆる月の、いわゆる宇宙から見た光転周期ですから、人間が知るはずもないんですよね。あの、見かけ上の光転周期は29.5ですからね。私たちが知っている純粋単位力で使うのは29.5ですが、しかし28という数字を、なぜヒミコがってたか。 まあ言うまでもないことですけどね。そして 30×12 三350というふうにまあ数字がいろいろと並んでくるわけですね。で、特にこの中で必要な数字を拾ってみますと、やっぱりこう 28×13 が354四という1年の日数にまあほぼして同じとなるということなんですよね。で、もう一つで私はこの同居をですね、バラバラにしてみました。中心部を取って、そしてその次のまあ漢字の部分を取って、そしてその次の細かいメモリの、メモリの部分を取って、そして最後にまあ 周囲の117の三角形の、まあ、メモリですね。で、これをですね、まあ、いろいろと、まあ、調べてみたんですけども、これはやっぱりこうしたその円盤状のですね、ディスク状の、まあ、くる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 回転する、いわゆる、まあ、計算機的な使い方をしていたというふうに、もう2年ほど前に結論を出しました。ただし、同居ではですね、まあ、模型だということですね。これはあのエイリアンは実物は絶対に渡しませんからね。模型を渡すわけです。で、その模型を、あのー、 まあ、こうして作り込んだわけですね。そして、まあ、メモリがあると。そして、それをですね、まあ、中心に、まあ、あるいは中で歯車のようになってたかもしれません。そして、こうして、この中心に28個の月を置き、周りに 13×7 のメモリをつけて、そして、くるくる回すことによって1、1日ごとに回すことによって、周りも連動して動いていったのではないかというふうに、まあ、仮説を立てています。で、まあ、同居はカレンダーとしての同居であったと。 まあそういうふうに考えた、考えているわけですね。そして 28×13 は3十4プラス1で365になります。ですから、あの、この同郷に振り込まれている1年の月数は13ヶ月ということになるわけですね。1ヶ月は28日。そして1年は13ヶ月で計算しているわけです。こうしてまあ回して、回しながら使ってたということですね。まあこういうふうにまあくるくるってわけではありませんけどね。1日ごとに回しながら、そして、 まあ、カレンダーとして東京を使ってた。その模型が今に残っているというふうに私は考えています。さらに、この、まあ、なってますか、追加的証拠を考えてみたいと思います。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!Hello, this is Hiroshihaya Shihama Maseru Japan. Today's story is about a mystery of the disk mirror. Who are they and where are they from?In Japanese, 皆さんこんにちは。長持山から、古墳から出ました道橋について最後の謎が一つ残っています。えー、それ、これがその、いわゆる道橋なんですけど、中心部には 3D フォルグラフテクノロジーを使って彫られた地図が 描かれています。北極の地図です。で、この、まあ、についてですね、その周りにこの人間か、それとも人間でないのかわかりませんけども、えー、人が描いてあります。これは一体誰なのか。ということを今日は結論を出しておきたいと思います。その前におさらいになりますけども、これが、長がむ山古墳から出ました、いわゆる、まあ、3D マップ、 なんですね。上が道教です。下が現、実際の、えー、北極周辺の地図です。で、ちょうどその北極点の位置も同じなんですね。そして、まあ、同じような繰り返しになって辛いんですけども、あの、まあ、もう一つち,ちょっと見ていただきたいんですこれ特に黒い部分はこれあの、氷ですね。で、こういうふうに比べてみますと、まあ、同じというレベルを超えて、 なってますかね写真なんですね上は要するに。これ上はあの、同郷なんですよ、皆さん。それで、ただ、アイ、あの、アイスランド、グリーンランドだけがですね、形が違うんですね。で、最近あの、新しい研究がどんどん発表されまして、この、グリーンランドはですね、あの、氷の重さで2、300メートル水面下に沈んでるんだそうですね。そして形も変えてるということが最近わかってきました。 まあ、それは別途しまして、このグリーンランドを除きまして、あとは皆さんご存、まあ、ご覧になっている通りですね、東京にはですね、なんとロシアのですね、川や湿地帯まで掘り込んである。そして、補強海の、まあ、ある海底の様子まで、あの、掘り込んであるんですね。ということを皆さん注意してみてください。で、こう、明度を上げまして分かったんですけども、この特に黒い部分は、あの、氷であると。そうしますと、島の形、位置も同じになってくるわけですね。 あの、まあ、これあの、海底の部分を今表しているんです。真ん中にあの、道橋の方は、あの、線が見えますね。あの、これもう少し暗くするともっとはっきりわかるんです。ちょっと今明るくしてますので、あの見にくいかもしれませんが、まあ、こういう形で、この同居とですね、あの、北極海の地図が一致した、一致しているということなんです。 これがあの、今から1700年から800年前に、あの、作られた銅鏡ですよね。ここに海底の様子が出てるんですけども、あの、位置が少し違うんじゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども、Google Earth の方はあの、あの、広角じゃありませんのでね、あの、銅鏡の方は非常に今なってますから、ちょっとこう変わった広角レンズで、あの、撮ってますね。ですから、あの、 Google Earth ググの方は、いわゆるまあ北極海の周辺の地図から切り抜いたわけです。ですから周辺部は、あの、同居の方はぐーんと中へ回,あの回り込んでますけども、あの、Google Earth の方は、あの、回り込むところの手前で、あの、か切り取ったものですが、それがちょっと、あの、見間違いやすいところです。で、これが、あの、長持ちコ古墳から明治時代にアメリカに渡り、今現在はアメリカのポストンミュージアムにあります。 そしてこれが、まあ、同郷と実際の地図を比べてみた、見ているんですけども、調べれば調べるほど何度もやっぱり精査してみたんですね。まさかまさかと思いながらやったんですけどね。あの、皆さんご覧になっている通りです。で、これが合わなかったんですけどね。黒い部分が、この特に黒い部分ありますね。それがあの氷だと、今のちょうど下あたりですけども、あの、分かってからは、あの、綺麗に合いました。 ですから、どういうわけか分かりませんけども、開票ですね。いわゆる氷があるんですけども、その、特に黒い部分を取り除いてみますと、あの、陸地のラインと同じになっていったわけですね。特に、あの、中心やや右、まあ、右寄りというか、あの、ところです。これ今、アイスと書いてあるところなんですけども、このアイスの部分を取り除きますと、まあ、まあ、ご覧になっている通りなんですから、もう、大パーツを超えてるんですよね。 しかもそれは同郷に掘り込んであって、3D だ、あの、掘り込んであるという浮き彫りなんですよね。そして、あの中にはサビだ、サビだというふうに主張する方がいらっしゃいますけども、同郷見られた方ならわかると思いますけど、サビじゃないですよ、これは。まあ、あの、まあ、否定主義者の人はね、もう、サビだって言って、もうそれで終わってしまうんですけどね。サビかサビでないかぐらいの区別は私にもつきますし、そんなことは、1枚、20枚も同郷をね、の写真を見比べれば簡単にわかることですよね。 はい。まあ、あの、サビのあるは、もちろんあの、だからこの、この動脈は特にこの、銅の純度が高い姿勢なんでしょうか。ほとんどサビがないですね。はい。あの、真似して、後、後世にね、後になって、まあ、真似して作ったような、あの、動脈はですね、サビも多いですから、あの、いわゆるその、そ粗悪品って言いますかね。 えー、ということで、あのー、サビも出てくるわけですけども、この動況は不思議なことに、あのー、サビがほとんどないんです。サビらしいところがね。あのー、はい。ということで、そういうこともちょっと考え合わせながら、この同居の 3D マップと、この、比べていただきたいと思うんです。で、今日はですね、この続きはこの、あの、最後につなげておきます。で、今日はですね、ここに出てるのが誰かということなんですね。 人間なのか、人間でないのか、あるいは、いうことで、ちょっと遠回りな、あの、今日は説明で、あの、基礎的な部分から、皆さんに説明したいと思うんですけども、ここに書いてあるのは、まあ、人間なのか、それともエイリアンなのか、それとも誰なのかということを考えてみたいと思うんです。一応結論を出しておかなくちゃいけませんので、まあ、あの、ちょっと、あの、遠回りなっていう、まあ、ビデオになるかもしれませんけども、まあ、見ていただければ嬉しいです。 で、これが先ほど言いました、あの、中心に北極が掘り込んであるわけですね。こういうふうに、まあ、人間らしきものがこう掘り込んであるわけです。で、これは誰かということなんですよね。まあ、どういう人たちなのかって。一見するとみんな同じ人に見えるんですけどもね。ひょっとしたら違うんじゃないかという可能性もありますから、今日は調べています。で、人間はですね、上を北極、北を南極に見ますよね。ところがエイリアンはね、あの、逆なんですよね。 南極をあの上に見るんです。そして北極を北に見えますね。えー、証拠があるかっていうのをおっしゃる方いらっしゃいますよね。ちゃんとありますからご安心ください。中国ではですね、北の財政、南の支点って言うんです。いわゆる南が天で、北が北だということです。これはあの皇帝大学へ門に出ている、御運庫大老編に出ている記述なんですね。 で、まあ、あの、こうしたあり、あの、ことが書いてあるわけですけども、えー、視点ということは、あの、古代中国、いわゆるエイリアンによれば、これエイリアンによって書かれたという証拠を証明いたしますけども、上が南なんです。下が北なんです。ですから、人間の見る南北と逆なんですね。ということをちょっと皆さんにしていただきたいものですから、これは私が、あの、皇代系家、祖のね、言語大論編を、あの、解読して、あの、かずずいわゆるイラスト化したものです。 いわゆる欠員が上の時は上が何々ということを書いてあるね。単位の時は上が太陽だということを示しているわけです。で、これをですね、あの、まあ、あの、この記述通りに、えー、回転させてみますと、いわゆるこれは北から、あの、財線からですね、南の方を見た時の、あの、地球の動きを説明しているわけです。あの、皆さんご存知の地球の回り方と一致してますね。あの、 北から見ると,と、時計とは反対回りに回るわけです。ですから、朝は東からやってくるわけですね。太陽は東から昇るわけです。ぐるーっとこういうふうに一周しますよということを、実に回りくどい,い言い方で、言、え、語、ー、対論編、祖問は説明しているわけです。現在、この、あの、原本はですね、京都の忍和寺にあります。中国には残っていません。 11世紀にい表という人がズタズタに書き改めましたので、あの、この部分はトンチンカンな文章になっています。少しでぐるぐる回っているわけですね。えー、で、これは、南から、 こういうふうに、上、こち手前が来たということですね。で、工程はどうと、天地の動静はどうかと、気迫が答える。上の視点は右転し、下の財線は左転し、左右から365、四日でまた元日に戻りますというふうに、答えてるわけですね。これで説明できましたね。こんなことを知っているのは、地球がね、球体で回,回っていることを知っているのはエイリアンです。 ということで、まあ、あの、人間が知る用紙もないんですから、その当時は、あの、中国は外転説か根天ンン説ってありましたけどもね、あくまでも天道説です。で、これが、あの、北極の位置なんですね。そして、この位置がどこかということを調べたかったんですね。今、まあ、4つの点がありますから、この4つの点がキーポイントになりますから、4つの点からあの繋いで調べてみましたんですね。で、上が、今言った点です。 そして同じ、えー、ほぼ、ほぼですよ。これちょっとあの、正確には取れませんので、ほぼ同じ位置に線を引き、今度は右下の方に線を引いていました。するとですね、驚く中でこの線がですね、えー、この上、上を A としますね。そしてこの、あの、同教に書か,かれた4つの点をつなぎますと、この位置が浮かび上がってくるわけです。B なんです。 この、先ほど言いました反対方向はどこ行くかって言いましたら、もう、これはもう本当にどぎも抜かれましたんですけども、イギリスの、今のねエ、エイブベリ、ーもしくはストーンヘンジあたりを指し示しているということがわかりました。なわち、同郷で示されている上部はですね、上はですね、まさにストーンヘンジ、もしくはエイブベリ、ーこれはあの、エラーの範囲に入ってますからね。 もう一度説明しますね。この線です。この線を下、右下行きますと、ここのあたりですね。矢印の先あたりに、エイブ・メリーメシック、もしくはですね、ストーンヘジンジがあるわけです。となってきますとですね、B を上に持ってくるということがまあ正しいということになるわけですね。すなわち、この同胸はですね、え、イギリスを上にして書かれている、えー、まあ、あの、掘られている、あの、地図だということになるわけです。まあ、同郷、あの、 先ほどちょっとあの説明ちょっと不足だったかもしれませんけど、同居に4つの点があります。あの今言ったね。まあ、これあのずっと喋ってみますと、今どこらか対比値がこの辺にあるということを、大体ですよ。ここに協定和感があるということですね。 そしてこれがサーペントマウンドはここにありますよってことは、この位置はそれほど重要じゃありません。要するに、この6分割された点はですね、地球のそれぞれの位置を示しているということなんです。じゃあ、ここに書かれているこれらの人々は誰かですけども、まあ、簡単に考えればですね、それぞれの地方の人を表しているって考えるのがまあ自然ですよね。ま、た私はそのように考えました。で、こう、並べてみますと、えー、じゃあ、これは、あの、ヨーロッパ人、ヨーロッパ人で、 で、下の方がアジア人で、そして右の方、右下の方がサウスアメリカのインディオで、あの、マヤとかインカ人ですね。そして上が北アメリカのインディアンたちかなと思ったんですけども、どうもそうでもないような宇宙服を着てるような感じなんですよね。これみんな、あの、ヘルメットをかぶってるような感じがしますでしょ同じ人に見えるんですね。で、これ私たちは人間だとか、帽子をかぶってるんだとかって言いますけども、どうもそうでもないような感じがするんですね。だただ一つ、 重要なことはですね、この道教はエイリアンによって作られているということなんです。もう一度簡単に説明しますと、周りに月が掘り込まれているのわかりますかあの、新月から満月まで大きさが違っているのわかりますね。 28日、この辺りが新月です。28、29の部分がね。28の月が描かれているということなんです。月の公天周期が 28. 点いくつかいうことを知っているのは、実はエイリアンなんです。人間はそんなこと資料紙もないんです。見かけの月の満ち欠けを持って29.5日という数字出してますけども、28という数字を知っているのは、まさにエイリアンだけだったんですね。 月の後転宗教性格に知ってるのは、それは宇宙から見ることができたからです。ということで続くビデオをお楽しみください。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!Hello, this is Hiroshihayashi, h a m a m a s u r i Japan.Dokyo or d i s c mirrors are not mirrors.It is a 3D map of the Arctic Ocean.Here I'll show you, uh, what it is. And also I will show you in this、uh, footage that 道、uh, 教 works as a、uh, sort of a、uh, calendar for ancient people in Japanese. 道、uh, 教の簡略版を皆さんにお届けいたします。特にこの道教には北極から見た地図が、uh, 書き込まれています。また道教は、uh, ただの鏡ではありません。Uh, この同教の周りにはですね、メモリが書いてあるわけですけど、そのメモリには大変重要な意味が書かれています。そういった事実を皆さんにもう一度お伝えするために再編集し直してみました。どうかご覧ください、えー。なお、簡単に申し上げますと、この長持山から出たその同教はですね、28の月が書いてあります。これは28というのはもう対応歴ですね。対陰歴ではありません。そしてその数を調整するために周りにメモリが刻んであります。 というようなことを続くビデオの中で動画をご覧ください。Thank you very much。Hello, this is Hiroshihayashi, h a m a m a s e Japan. This is the Japanese edition, so excuse me to speak in Japanese. えー、皆さん、こんにちは。えー、まあ、同教に書かれた、彫られたと言ったら正しいんでしょうか。あのー、北極の地図について、まあ、精査してまいりました。で、今日は、まあ、その、なってますかね、総合版と言いますか、今までの、まあ、作ったビデオの中でですね、その北極、同教に書かれた北極についての、あの、も、あの、ビデオを、まあ、まとめてみました。えー、番号がですね、あのー、 最近のものが一番先頭で、だん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 古くなっていきます。ですから、まあ最近の方が正しいということになるわけですね。まああの、これが東京の、まああの、現在あの、 ボストン美術館、マサチューセッツ中のね、アメリカのにあります、ボストン美術館に所蔵されている同郷です、えー。あの発掘されたのは明治時代にですね、大阪の長持山古墳ってところから出てるんですけども、その明治時代にすでに、えー、ボストンへ流出したみたいですね。あのな長持山っていうかその周辺の教育委員会、あの、 の方たちにえ色、ー、々と話していただきました。で、まあ、これがあの今、私は問題にしている地図なんですけども、も、えー、左側のあのまあ、グリーンランドですね。グリーンランドの部分を除いて、あの100%一致しているというか、まあこういう感じなんですね。海底の地形まであの再現してやると、しかもその左のドアの同郷の方の北極の地図はですね。直径が38ミリという。まあ 極めて小さいあの地図なんですね、そこにこの浮き彫りといいますかあの、線で描いたんじゃなくて、浮き彫りで彫られている、しかもその道教の中にはですね、川まで彫られていると、こうした事実を積み,重、ね、積み重ねるというか、どう理解したらいいかということです、そんなことをあの考えながらどうか、私の続くビデオ、少し長いですけども、ご覧ください。まあ、皆さんもこれを見てくださればあの、皆さんの世界観が大きく変わるということを確信しています。どうぞよろしくお願いいたします。 Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. In this video, I will show you the physical evidence of aliens. And this is a story about it. In Japan, hundreds of uh, disk mirrors have been found. Uh, and uh, one of them is this. Uh, in the center of the disk mirror, there is a, a map seen from high above the north pole this is it uh... this mirror has been uh, was found in Osaka and brought in now in Os uh... USA now in boston museum fine arts massachusetts USA and have a look at this part of this uh... just compare them uh... with each other and you will know that uh... the uh, uh, map uh, drawn or carved on the mirror is exactly the same uh, with the actual uh, map uh, seen on the Google Earth, and uh, just uh, see how they are alike to each other very much. And uh, we say, seeing is believing. And the dark black part is must be a sort of a uh, sea ice or we say ice in the, around North Pole. And uh, just a uh, little bit change the color of the uh, earth and uh, the dissimilar, then you will know that uh, uh, yes, this is the line, and near, uh, this, uh, this white, white part of the earth is Greenland. And have a look at this here, and have a look at this here, right? They're so quite similar, or not, not similar, exactly the same as uh the more examined uh, precisely the the more you are uh, make sure that this is a map and also you can see this sort of a uh, underwater uh underwater this is pa this part of the sort of even the underwater was carved uh on the disk miller this is it and this uh yes uh I'm sorry for my poor English, but uh, just seeing bling and just see and uh, judge by yourself, right? And have a look at this here, right? This part is also carved, even this part. Okay. It is uh, under the water, deep, deep in, in the water, is also carved. And you can see islands, same, same islands. And uh, even the rivers are carved, rivers are carved into the uh, disk mirror. Okay, islands are here. Don't forget that the diameter of the disk miller is just 38 millimeters. Very, very small. Very small. And this is the part of it. And the diameter of this disk miller is 20 centimeters. So I calculated the diameter of the globe. Uh, and uh, I found it 38 millimeters, very small, but uh, it is very much precisely carved or sculpted, uh, uh, 3D sculpted, 3D sculpted. Also, the islands are the same. You can see the same island in the same size, in the in the same position, right? So you will know this is not a sort of copy but uh, sort of a 3D photograph uh, uh of the earth uh the actual gloves don't forget that this was made over th uh, 1700 years ago 1700 years ago and this dark black pun is a part of uh, is a, I, i'm sure it's the ice because you will know it if it changes color or just a, you, I'll show it later this is a uh, w uh, this part is uh, ice. Now okay. So I brighten up uh, this now you see the light 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 uh, blue one is uh, ice and the green one is uh, land or islands many islands and uh, now you see the dark 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 part of the globe is uh, 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 ice. And the green one is uh, green one is uh, islands. Okay, now again check it. Okay, some people say this is a coincidence, but as you now already know, these are not coincidences. These are fact, and you may say that this is really a sort of a 3D photograph of the Earth. Now you should turn to examine these two gloves to each other, compare each other. But there is a hole; it's a sort of hole, thread hole, and and uh, through which uh, uh, you put into a thread. And this is the actual sort of disc miller found in Osaka, and uh, it was uh, bought and bought to uh, Boston Museum, Massachusetts. Now it is uh, in Boston Museum. I counted the number of the uh, sort of uh, graduations here, and I can I I could know that uh, thirty graduations here. Thirty graduations are here, and th thirty means uh thirty multiplied by twelve is equal to 360, um, uh, one year has got a 365 and also here you can graduations triangles, small triangles and I counted them and I found that these are the number of the triangles or graduation is 117. I don't know what the meaning of the 117 on this mirror but 117 is a very special number for uh, Mercury, planet of the Sun, uh, the sun and it's this 170, uh, is, uh, 58.65 mile by 2, the uh, cycle sort of rotation of Mercury. But, uh, I, ca I, uh, ca I call it, as the, uh, as Japanese, uh, say that these are used for, uh, festival, or a sort of, uh, festival, or a sort of a religious festival. That is very stupid, I say. That is a very stupid, I, uh, opinion, uh, I say that this is not for sort of a just for sort of a fair's uh, uh, sort of sort of things. Anyway, thank you very much for watching, and see you next time. Bye. Thank you. Hello again. Tonight, I have been thinking about this uh, half uh, hemisphere uh, of Tokyo uh, uh, sort of a uh, disc mirror, uh, probably left by Himiko. The diameter of this、uh, hemisphere is only just 38 mm. Very small. And today's s t o r y s is about this again. 皆さんこんばんはもう一度と言いますか、どうもこの半球体が気になるものですから、えー、調べてみることにしました。まあ、全体として見ますと、まあ、北極を表しているということは、まあ、この2つを比較しても分かるわけですね。まあ、全体がこの あの右の Google の地図はです、ね、実は普通の平面的な地図をから切り抜いたものです、ですから左の上の,あの半球体の地球儀のようにです、ね、あの周りがです、ね、どんどん縮むということは縮むようにはなっていません、全体としてみるとこう、まあ、ほぼ同じというか。 まあ、ほぼ、まあ、見た感じね。まずこの全体像を頭に入れておいていただきたいと思うんです。ただ、あの、私もこれ、この謎を解くのに随分苦労したんですけども、非常に黒い部分がありますね。この特に左の黒い部分はですね、これは、あの、氷であったと思われます。あの、島の影を消していると言いますかね、あの、輪郭だけ残して、あの、間を埋めてしまっているところが多いです。まあ、ともかくも、皆さんがこの、これから見る、 あのなって言いますかビデオビデオでですね皆さんがあーこれがですね何であるかということを判断なせれば良いかと思いますすなわちこれはですね宇宙高くまあ、高いところのいわゆる北,北極のねあの上空高い高いところから見たあのまさに地球の姿であるということを皆さんもお知りになると思います、えー、古墳時代まあ5世紀頃ですね。 400年から500年の間に、まあ、これができたわけですけども、地球がこんな形をしているなどということを誰がどうしてしていたというのでしょうかしかも38ミリのです、ね、小さなこの半球体の上にです、ね、精緻などうしてこういう、そのなんて言いますか、掘り物をすることができたというのでしょうか一度考えてみてください。Thank you very much. hello this is hiroshi hayashi hamama japan here i can show you the uh, sort of physical evidence of the existence of aliens in ancient times and i re again again re-examined the map uh, uh, of uh, le left by aliens and uh, dokyo a uh, disc Miller in japan and uh, i found many more facts and uh, uh, also uh, as well as my mistakes and uh, misunderstandings on the map uh, here's a story in japanese minasan konnichiwa 同郷ああについてたびたび調べてきまいりましたが、あのまあ読者の方からも,もっと丁寧に調べた方がいいんじゃないかというコメントなんかもいただきましたので、改めてあの調べさせていただきます、これはあの出所はですは、ね、講談社の日本原子美術大衆だと思います、権威のある本ということになっていますね、その中の116ページにです、ね、あのこの同郷が載っていたわけであります、このどうしてこの同郷を選んだかというと、非常に錆が少ないですね。そして これは現在あの、マサチューセッツ州のですね、アメリカの,あのボストン美術館にあの所蔵されている、まあ、ということで、ですね、まああの、権威的な裏,裏付けと言いますかね、信憑性の裏付けはこれで十分だと思いましたので、この同居を選んでみました、もし私がこれから申し,あの申し上げることが、ね、間違っているというならば、あるいはその偽物であるというならば、まあ、ボストン美術館を疑ってください。 えー、ともかくもこれがその同揺なんですね、でこの同揺についての謎はたびたび解いて,いき,ま、まあ、解いていきましたが、今日はもう一度、あのこの同揺に描かれている,る 3D のね地図についてあの詳しく検証してみたいと思います、えー、中にはですねこれはただ単なる錆びだとか、というふうに考えていらっしゃる人も多いかと思いますが、えー、順に見ていきたいと思います。ただ細部に至,至ってはですねあの 途中で述べますが、あの、あの氷の部分もね映り込んでる可能性もあるんです。特にあの左の上のね、同居の方はあの、あの特に色の黒い部分は氷で氷ではないかと私は考えています。そうでないと説明がつかないからですね。まあ、順に見ていきます。でこれはあの まず第一に注意しなくちゃいけないのは、ですねこれ、半球であるということ、真、まあ、上から見ていることなんですね、ですから側面がわからないんですね、そのことも後で説明いたします、で右の方はややなんて言いますか分かりやすくするためにあの、側面の方に地図を寄せてますけども、まあ、あのなんて言いますか、あのやや、えー、あの上空に近づけてありますね、でこうして見ていきますとあの、細部に至るまで形が同じなんですね、似てるとか似てないとかというレベルの問題ではなくて、同じなんですね、まるで 3D フォートグラフで撮ったかのように同じなんです。 この島の形も位置も、あのー、同じなんですね、大きさも同じです、そしてここに湾こがあると、でこのあたりがちょっと見にくくなってくるんですけども、ここに湾があって、そしてこの白い線がですね、 あのまあ、光の加減で出ているんでしょうか、かの白いから白い色になっているわけじゃないんですよ、あの浮き出ているんですね、そしてこの部分がこうこうこ、このやや左,この,左のところ、黒い部分、これは私、これだと思います、これ、後でまたあので同じようなところが出てきますので、あの証,あの証,証,証明いたしますでこれがですね、まあ、こういうふうにこの内陸部まで、なんて言いますか、放り込んであるということに注目してください、あの湿地帯ですよね。 でまあ、あの左の同居の,の方は、ですね、まあ、側面の方はもうほとんど見えないと見ていいわけです、まあ、しかし、あえてということで、まああの、こういうふうにこのように照合してみましたで、今度はこれをもう少し拡大して、あのもう一度上から見ていきます。えでこの辺はもうは 側面から見てるんですねで、まあ、ボストン美術館に何度も問い合わせたんですけども、も今のところ返事はありません、で名古屋のボストン美術館にも連絡したんですけども、も電話番号すら教えていただけませんでした、個人情報だというのは、まあ、よく分かっての我々の理由をおっしゃってましたで、でまあ、こういうふうにこの、要するにこの日本という国はです、ね、権威、傾きがないと、あのこうした世界では相手にされないということです、し、まあ、仕方ないですねあのこういういうにこのまさかね。 <laughs> 目的を話すわけにはいきませんのでね、あのこ,このようにこの、なんていすか、1つずつ照合していきます、それでこう、湿地帯があるというところですね、中の川の線まで同じだというところに注意してください、でこれはなんかあの、細い川が入ってますねで、これが半島なんですけども、あの,こあのね、 後でオーストラリアの地図を見せますけど、手前に行,く行けば行くほど、あの倍、倍、倍というふうに、あの倍あの確率の拡大の,ね倍あの,あの倍数が大きくなってくるんですね、これはあの地球儀というか、球形の特徴なんです、ですから、あの距離が違うじゃないかと思われる人は多いかと思いますけども、そうではないということをあとで説明いたします。でこれがあのこまた今度は上の方から見ていきますね、今の続きです、そしてここのところへ来るわけですね、同じですね。で、この部分が同じで、半島があるんですけども、 この川が、ね、同じなんですね。で左の,あの道橋の方はあはぐっと下へ回り込んでますから、当然短くなりますね、でこれが半島なんですそのちょ、ちょっと下の黒い部分はあの氷があの黒く吊り込んでるんじゃないかと思います、そしてこれは半島でこの大きく岬出てくるんですけどここから下がですね、道橋の方はぐーんと下の方へ回り込んでいくんですね、でまあ、この部分を見ていただくとわかりますが、こういうふうにこの湾があって。 そしてですね、ここのここに細い線が見えるんですね。あの細い線がですからこっちが本当の線で下の部分はこうあの黒くなってるから大きな輪に見えますけども、でこれはさあの岬の先なんであの先なんですね。そしてこれに下へ来るわけです。でこの辺からあのどん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 形が歪んでくるんですね。あのこれは球球あのいわゆる地球儀という球体の特徴だと考えてください。でまああえてこういう風にこう同じところを探してまああの同じところというか。 位置的にですよ同じところを探してあの、丸で囲んでみたり線あの、線で示していました。ですから皆さんも一度こ、こビデオを止めてね、自分で検証してください一番いいと思います。 で、なぜこういうことが起きるかというと、これ例えば一つの例を出しますね、これオーストラリア大陸ですけども、例えばこの矢印とこのタスマニア島を見てくださいね、これをぐーんとね、上の方へ寄せまして、こうしてみますとね、タスマニア島が,が大きくなってますね、そしてあのー、全体に映ってはいるんですけども、オーストラリアにはこんな風に見えるということなんです。ですからあの、同郷に映っている地球儀ていうのはそういうものなんですね。今度はじゃあ上の方から見てみましょう。今度は上の方がですね、右がロシアで、左があのアラスカの方になるわけですね。あのー、そういうい ワンになななる大きってわけです,けですでこのワンの,この先のところから先ほどの次から見ていきますねで、順番に見ていきますと、えー、ずっとここで1回飛び出して、そして中へ入っていくんですよね。あのー、ここに島があるんですけど、大きさ、形同じですね、位置も同じです。そしてててこここにこうなってて あのこれあの、やればやるほどと言いますかねあの、細かいところで、あのこの細部と言いますか、橋に近ければ近いほど難しいです、ここに半島がで出てますね、細い半島が、でこれがあの岬のように出てまして、そしてこれ先、ここにね、川があるんですけど、皆さん分かりますか、川まで掘り込んであるんですよ、川というか、川でしょうね、そしてこの向こう側と、そしてこのちょっと上の左これ、ホールと書いてますが、穴なんですね、この道橋には穴が開いてるんです。 私、これ、最初分かりませんでしたから、非常に苦労しました、こういう部分もあるんですね、そしてこういうふうに岬がちょこんと出ている、岬が出ているというようなことをつながっていくです、さあ、問題はこの次なんですね、あの上の同橋の下に黒いっかいが見えますね、でこれはね、あの初めこれなんだろうって、あるいは島と合わないからなんだろうって考えたんですけど、これを氷というふうに、あの北極ですから、氷というふうに考えると、謎が全部解けるんですね、まさに氷海するわけですね。 ずーっと下へ行きます。で、あの、橋へ行けば行こうと像がね、あの、縮んで歪んできますから、そこは注意してくださいね。ここに川が見えますね。そしてこの湾があるんです。湾からいよいよここの一番難しい部分に来たんですね。で、形がですね、これ線が、あの、同じでしょそしてここに川がある。これを基準にしたんですね。 でここを見ていくと、この,あの湾岸沿岸の形が同じであると、そしてここに半島が出ていると、こういったその基準点をいく,いくつか見つけまして、そしてそれからこの形を探し出していったんです、でこの形とこの形が同じだから、ここは同じだと、そしてこれは同じだと。ということで、その黒い部分は何かということなんですけども、私は氷だというふうに結論付けました、そして今度は下の方を見てみましょう、先ほどあの島をちょっとお見せしましたが、こういうふうに順番に島がこうつながっているんですね。 そして、この、なって言いますか、あの、まあし、なんて言いますかも、つ何もない。まあ、あ e e グブ g ー e ビングですね。ここに死体があって、えー、っと、ちょっと、こういう、間違ってるかもしれませんが、また50訂正したいと思いますがね。あの、ちょっと気になることがありました。ということで、この島があるということで、見ていくわけですけどね。ここにも島があると。で、まあ、あの、 端っこの方行けば信頼性がぐんと薄れるわけですけども、あえてこういうふうに繋いでいました、このようにこの道っというのは、ですねあの北極の上空、これはあのそんなに高くないと思うんですね、あの非常に大きなというのが、Google Earth でもこの表現できないほど、あの低位の,その世界ですから、広角レンズを使っているような感じがいたします。 まあ、6000キロから8000キロと思いますけど、実は4000キロから3000キロじゃないかと思うんですよね、その低い位置から非常に広角レンズをと作った使ってこの、この地図を作ったように私は思います、まあ、皆さん、どのうよう,うにお考えでしょうか、細部の,のあたり、間違えれば直しますが、あのなんて言いますか。 これが現在のところの私の結論です。また、あの検証してみたて、詳細なあの写真が手に入り次第ね。あの、ボストンピジスカンのあるそうですからあの、詳細な写真が手に入り次第再検証してみたいと思います。Thank you very much for watching. See you again next time. Bye.Hello, this is Hiroshihayashi, Hamama City, Japan.Today, I would talk about The answer to Himiko, and the answer to Disk mirrors Japanese version is 9 minutes 31 And in this story, I will uh, give you the answers, very exactly, uh, the answers to this uh, Miller, which is, they say uh, is to be said to have been said that this has been carved and left by Himiko. Uh, because this is not a mirror, this got a lot of lot of secret. I show you one of the examples. Uh, I say that this is a kind of sort of computer device, uh, like uh, device like a computer, small computer. And you watch this f uh fact first. Uh, look at this uh, uh hemisphere. Ha! Uh, in the center of this mirror, uh, wise said, "Just seeing is believing," and I'll show you how it is maybe you will be surprised to know this fact because this is uh, the evidence quite quite physical evidence of aliens have a look at this part of this uh, uh, map okay here just compare them to each other and you will know that these are exactly the same not similar not uh, look alike but exactly the same okay and uh, left one is uh, sort of a uh, part of the mirror, and the right one is a map from the Google Earth. And uh, here uh, you can see the peninsula, and also you can see the island here. The shape and the position uh, location is the same, and this is the Gulf. And uh, surprisingly, uh, you can see the rivers uh, here. Okay, in the on the these are rivers. And have a look anyway carefully, and you will know that th this is not a sort of a, a rust, uh, rusted uh, uh, surface, but this is a real 3D 3D uh, map. And uh... this part is uh, exactly the same, and also here, please have a look at this pattern is the same, and uh, also again small peninsula in the Gulf. Now. Uh, please watch uh, video number 330 for further details. you get shocked more. Anyway, this is uh, sort of a uh, kind uh, yes, it says uh, number 330. Now you see what this is. What is a mirror disc in Japan? Nobody has realized this except me. Uh, this is a uh, sort of a map taken from about 6,000, 8,000 kilometers from above the uh, North Pole. And they say this mirror uh, was made about 17 or 1800 years ago. Okay, But this is not made in China. I will show you why. I will show you the reason. Himiko gave some of them to uh, a Chinese emperor, but uh, they, they say this was given by uh, Chinese emperor to Himiko, but that is a lie because I will show you the reason why. Because Chinese people didn't use this uh, lunar calendar in those days. I show you the lunar calendars, uh, lunar calendars uh, drawn in this uh, in this disc, uh, disc. Uh, disk, uh, um, so I counted the number of the uh, sort of things here, and then now you can find you can find twenty-eight uh, semicircle, twenty-eight. To me, twenty-six is almost uh, twenty-seven point three two. It's a sort of a cycle of uh, lunar revolutions, seen from uh, from the space, not from on the earth. Uh, and you notice that this, uh, this part is larger and the, the, the this part is smaller this this indicates that the the upper one uh, indicate full moon and the lower one indicate new moon and have a look at this here there are small fine lines here so i try to count it uh, count the number of the lines here but it is very hard some are okay but some are, are have been already uh, diminished or erased and so i just count the number of the lines like this way some are, some are can't be counted so i, I counted it some part of the lines and uh, i measured the angle between them and i added them to uh, to i, I, I added them sorry for my poor english uh, and uh, just uh, anyway this is what how I counted the number of the lines here, right? And some are okay, some are not okay. So uh, you will see the result very soon. This indicator, uh, fourteen lines, forty five. Uh, sorry, fifteen degrees. Uh, have a look. Okay, fifteen lines, fifty degrees, fifteen line, uh, eleven degree line is uh, 11 degrees so the total 152 lines is um, 154 degrees that indicate almost 360 degrees you know who knows 360 is along, along, along the circle of the line uh, circle right 360 lines it's, or, or 360 degrees it's very strange and the next i counted the number of the triangles here on the disc here are uh, can you see triangles yes these are triangles i counted the number of the triangle and i know the, i knew the number of the triangle is 117 you know 117 why 117 it's a very strange number why why 170 i'll show you the reason why because 117 is uh, the number 3 multiplied by 3 multiplied by 13. You know, 28 days a month per month and uh, 28 days multiplied by 13 equals 364 days per year. So for aliens, not for Chinese nor for Japanese, 13 months is one year on the earth. Okay, seen from the space, not from seen from the on on the ground, right? And this, but every three years you have to add one month to adjust the year. Okay, so every three years they have fourteen months for one per uh, for one year, every three months. But you have to uh, you add it too much if you do so. So another every three months, uh, sorry, every three year. Uh, you have to uh, make another sort of uh, not 14 months per year, but 13 months per year. So, uh, 3, 3, uh, three, three and 13. These number they need the numbers of uh, 3, 3, 13. But these are not for humans. The Chinese people use another. Different type of lunar lunar calendars and Japanese use U D2. Okay? This is a lunar calendar for aliens, not for the people or the humans. So this, this 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 was made by aliens. This is my conclusion for today. Okay. And now, ladies and gentlemen, this is made by aliens, but not by Chinese people, because they did not know the earth is, is a globe. Twenty-eight lunar revolution, the cycle of the lunar revolution, and one month for aliens, and thirteen months is per is a year, one year for alien, one alien year on the earth, this earth but every three year they have to make the one year, 14 months to, adju ad to adjust the year. but another every three year they uh, uh, make it again uh, 13 months a year, not 14 months. so they need the number th uh, 13, 3, and 3 multiplied to each other, 117. That's why the, the number of the triangles here is 117. OK? This is a proof and evidence that this is made by aliens. You agree or not? Thank you very much for watching, and see you again next time. Bye. Hello. This is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. This is the answer to Himiko. And also, this is the answer to disk meter.In Japanese, 皆さん、こんにちは。もうそろそろ出ますか、もう、動、え、機、ー、を調べて4、5日になりますので、えー、結論を出すべき時が来たいように思います。まあ、これが、あの、動機の一つです。で、これに、あのこれ、とても美しいわけですね。ほとんど錆びていないという点で、この動機を選びました。 で、これを鏡だと言うんですけども、もちろんこれは鏡ではありません。その証拠は今すぐお見せいたします。これはまさに大変高度に計算された装置のも,もちろん模型ですけども、まあ言うなれば小型コンピューターのようなもんだったんですね。まずこのことをまず皆さん見てください。この中心部に球体がありますね。これはボールを半分に切ったぐらいの大きさがあるんですよ。大きさというか形がね。全体では20センチです。ですからまずまあ、 百分は一手にしかすということで、まず皆さんに次の事実を見てください。私の頭はおかしいと思う前に、左と右を見比べてみてください。いいですか、左が同教、えー、に描かれたと言いますか、掘られたあの地図です。右が実際の Google、えー、アー r t スで見た北極上空からの地図です。えー、順に見ていきます、ここに湾があります。こ,こにトップあの岬がありますねそしての ここにまた少しへっこんで、そしてまたちょっと出て、ここの部分ですね、あのまあ、半島とも言えないんですけど、そしてここから中へ湾が大きく入りますここに島がありますが、島の大きさも形も同じなんですよ、もちろん位置も同じなんですよ、そしてここに湾があって、その湾が下へ行きます。ちょっと下側にここに行きますが、この左,あのじゃあの左の下に見えるのは雪であの川の、川までね、あの描かれてるということに注意してください。ここれがこう来て そして、ここで湾が途切れるんですね。あの、グーグルはもう雪書いてありませんけども、雪とか氷は書いてありませんけども、あの、雪や氷が左の方は映り込んでいる可能性もあります。ここ、ここなんかもうすでに川、湾ですね、湿地帯と言いますか、まで描かれております。あの、模様まで同じことをよくあの確認しておいてくださいね。あの、 これ全体は、あの、あの全体、もっと詳しくは335の方で、あの、分析してありますので、ここでは一部だけをこうして紹介させていただきます。そして、こう繋がっていくわけですね。で、まあ、詳しくは335を見てください。で、こういうふうに、この、 これはとんでもないオーパー数なんですね、もうオーパー数というレベルを超えていることに注目してください。これ、今、皆さんにご,ご覧いただいたのは、この中心部にある部分です。これはまさに北極上空から見た地球の,あの姿なんですね。ただあの、非常にあの広角レンズで撮ってありますから、まあ、6000キロ、まあ、私は4000キロぐらいの高さじゃないかと思います。まあ、これは1700年から1800年前に作られたと見ていいわけですね。 しかしこれは中国製ではありません。中国の方は大変がっかりすると思いますけども、中国からもらったんではなくて、むしろ卑弥呼の方が中国に渡した可能性がありますね。なぜならば、これからその地球、あのー、理由を、あのー、説明いたしますが、まず中国には、あ地球球体説はありませんでしたね。根天節とか外天節ですかそういうのが神の背中に乗ってるっていうのが主流でしたからね。あのー、 こんな球体、地球が球体制ってことはも、もっとずっと後のコペルニクスのぐらいまで、時代までいかないと出てこないんですよ。そこと私はですね、この数を数えていました。これが28個あるんですね。で、さらにこの28個の半円を見てください。上の右、右、左上の方が大きくて、右下が小さいでしょ。これはあの、もちろん月を表しているわけです。もう大、大きさが全然違いますね。 あの、4分の1程度まで小さくなるんです。上が当然満月で、下が新月ということになるんです。あの、ところが28という数字はですね、これはあの月の光天周期なんですね。光天周期ということは、すでにもうこの段階において人間には関係ないということなんです。あの、人間は、あの、なんて言いますか、見かけ上の周期を見ますからね、満月から満月までは29.53日ですから。 えー、光高天周期は27.3日です。例えば28。そこで私はこの目盛りの数を数えてみました。ところがところどころ消えてるんですね。消えてるから、あの、数えることできませんから、見えてる部分だけの、あの、目盛りをこうして数えて、そして角度を測ってみました。まあ、こうしてやあの、残念ですがね、あの、すり減ってるというか、 あの,きえあの、よく見えませんでしたから、あの、性格を期するために、見えている部分の目盛りだけを数え、その角度を測ったということです。そしてそれを合計してみました。あの、詳しく皆さん検証してくださる方は、ビデオを止めながら、あの、検証してみてください。まあ、ここで28という公転集権出てきたということは、宇宙から見た月と地球の関係を言っているんですよ。 人間は、あの、人間がね、見てる月,月の満ち欠けは29日、29.53日ですね、確か。で、これはあのー、線の数と角度をあの合計してみたもんですけども、まあ、誤差に 2, 2度出てきましたけども、360本ある、すなわち360度という数字が出てくるわけですね、皆さん。 いいですか円の一周を360度に分けるようになったのは人間はいつ頃からでしょうか少なくとも卑弥呼の時代ではなかったはずです。しかしもうすでにこの時に360という数字が出てきたことに注意してください。私は初めてこれを知った時には、あの、驚きました。そしてあの、他の素素、同郷ではね、360ときちんと数えられるのもありましたよ。それもあの、320、えーえー、何号かで紹介しています。次にこの三角を数えてみたんですね。 そしたらこれはきっちりと117。これはあの、簡単に言ってみますか、あの、117という数字がしっかりと出てきました。しかし、117という数字は一体何でしょう問題なんですね。そこで因数分解をしてみますと、117という数字はですね、る、えー、3×3×13 という数が出てきたわけですね。ね。 じゃあなぜこの 3×3×13 が出てきたかということは、先ほど申し上げました、公転周期と関係があるわけです。なわち、エイリアンたちは地、地球の1年を13ヶ月として計算してたわけですね。月の 1, 1回の公転周期で、まあ1ヶ月というか、で、13回で、まあ周すると。そうしますと、あの、 10.0822という誤差が出てくる。ですから、もう一回27.32を10.082で上げて2.7。なあち、3年に一度ですね。約2.7年に一度、1ヶ月を足さなくちゃいけないということを分かったわけです。そこで3という数字が出てくるわけですね。今度、ですから3年に一度、あの14ヶ月になるんですかにしますと、今度は足しすぎてしまうんですね。 で、さらに、えー、さらに次の3年後には、今度は足しすぎた分だけを引かなくちゃいけませんから、13、あの、14ヶ月にしないで13ヶ月にするわけです。さらにそれを調整するために、今度は、ということを繰り返したんですね。 もうこれは人間のやっていること、人間のいわゆる陰暦、対陰暦とは違いますね。中国人はこんな陰暦は使っておりませんでした。もちろん、にに日本人もこんなあの陰暦は使っておりませんでした。すなわち、エイリアンが宇宙から見て、月の公転周期を見て、そして、あのなんていうんですかあの地球の1年を計算してたわけですね。すなわちこのディスクがもう もう分かりかと思いますけれども、人間のものではないという理由がこれで分かったわけであります。まあ、もちろん最初に見た先ほどの地図を見てくだされば、それが分かりなと思います。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye えつまり、エイリアンたちは宇宙から見て地球の1ヶ月を月の公転周期である28日と見ていたわけであります。すなわち1年は 13ヶ月とということになります。そして、しかしこれでは3年後足り,ない足りなくなりますから3年ごとに1年は14ヶ月になります今度はこうしますと足しすぎてしまうわけですねですから次の3年ごとにもう10 14ヶ月にしないで13ヶ月のままにしたわけですねこうして、 13×3×3 という数字が出てきました。117という数字がここから生まれたんですね。そこで、どういうふうにこの円盤を回し使ったかというと、まあ、くるくる回しながら使ったんだろうと思いますけれども、この三角形の数字が117となったわけです。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye. Hello, this is Ranske, and Hiroshiyoshi Japan. Uh, disc mirrors as calendars. Here in this video, I show you again a disc mirror on Earth at Higashinomiya Mount in Yama City, Aichi Prefecture, Japan. Uh, Japanese psychologists claim that these disc mirrors are just mirrors which have no further significance than just mirrors. If this is this true? Here I show you another evidence that ancient mirrors in Japan are not just mirrors.This is 東宮 Mound in Inuyama City. 日本の高校学者の先生たちは、道教をただの鏡と位置づけていますが、道教はただの鏡ではありません。私たちが道教の裏と呼んでいるそのリメンブにこそ重大な意味が隠されているのです。 それを東宮古墳で発掘された動況を例に挙げて説明します。なお、この後に、卑弥呼の動況について検証したビデオをつなげておきますので、どうかご覧ください。で、東宮古墳で発掘されたこの動況ですが、この動況にもしっかりとメモリが刻み込まれています。このメモリの意味について、前回はその謎が解けませんでしたが、ランスケさんが重要なヒントを与えてくださいました。 で、その同京のメモリを数え直してみました。で、驚きました。またまた365、365、365という数字が浮かび上がってきたのです。それをこのビデオの中で皆さんに紹介します。皆さん自身が確認してください。大切なことはご自身の目で確認し判断することです。今ではこうして私たち自身が古代の謎を 検証することができる時代になりました。あとは、こうした事実をもとに、統合的な理論を組み立てていくことです。いかがですかで、東の宮古墳で発掘された、この道教のメモリの数を数え直してみました。一番外側が161、その下が139、そして103ですね。で、4段目がわからなかったんです。というのは、4段目はですね、絵に隠れている部分があるからなんですね。向かって左側の 口の位置にあるところです。で、この部分を拡大してみました。で、ランスケさんはですね、この隠れている部分の数を数えてですね、えー、まあ、推定してくださったわけですね。それが大きなヒントとなりました。この白い部分はメモリがはっきりしてますけども、ここに、まあ、隠れている部分があるんですね。ここにはいくつのメモリがあるかですけども、数え方によっては5つ。まあ、この三角形を数えますと5つになるんですね。あるいは4つかもしれないということで、私はこの 数が分かりませんでしたから、前回の時はペンディングということにしておきました。が、この数を5か4で組み立て直してみますと、大変な事実が浮かび上がってきました。これが東宮古墳で発掘された同居ですけども、ここからもう一度数え直してみます。矢印のところを見てください。で、これで10個ですね。ですから10個ずつ、こういうふうに数えて線を引いてみました。そうしましたら、こういう結果が出てきました。 そしてですね、先ほどの9時の1になるところのメモリが、まあ、問題になってくるわけですね。で、ここの部分をですね、まあ数えますと、今のように4か5、5か4で数えますと、11か10という数字が出てきます。で、合計しますと、まあもう一度やってみますと、このような数字が出てきます。100、1か100ということになるわけですね。三角形だけ数えますと、101に近いということになります。そして、えー、3つを足しますと、 365という数字が出てきます。まあ、残った謎は139ですけども、これは、連続した5つの素数の和だということまでは分かりました。で、1年後は365日ですから、この365というのは、いわゆる1年の日数を表している、対応歴を表しているということになるわけです。で、まあ、使い方はですね、これは元の、これは元々、あの、同郷っていうのは、元のカレンダーの、私は、 あの、レプリカだというふうに考えています。使い方はこれからまた検証していきたいと思います。Thank you very much for watching. ラスケさんどうもありがとうございました。And bye!Hello, this is Hiroshihaya Shi h a m a m a City Japan. My wife and I had a very good time with some of good people in Komaki city, Mr. Masanori Yatagai and his friends who guided us around the city. Higashinomiya Mound is one of them and there several disk mirrors have been unearthed. Here it's my pleasure to show you one of them and it has got graduations along with the circumference of the mirror. They say these are mirrors, but they have got another more important meanings on the reverse side of the mirror about which little attention is paid here in Japan. Are these just mirrors? No. I show you another evidence that these are not. Yatagai Masanisano and 愛知県犬山市にある東宮古墳へ行ってきました。成田山の裏手の山の頂上付近にあると思っていただければ分かりやすいと思います。成田山はその下にあります。言い換えると成田山はこの東宮古墳の下に造営されたと考えることもできます。山に登りながら私が考えたことは どうしてこんな山の中の頂上にです。大変な工事だったと推察されます。もし人間が作ったならということですが、東宮古墳は愛知県でも最も古い古墳と考えられています。また同時に多数の道教が発掘されたことでもよく知られています。これらがその道教ですが、 その中の一つに注目してみました。犬山市が発行する資料の表紙を飾っている銅鏡です。最初それを見たとき、私はあまりにも美しい、つまり保存状態が良いのに驚きました。メモリがしっかりと読み取れます。こうした銅鏡は大変珍しく、沖縄島で見つかった卑弥呼の銅鏡と言われるものよりも、 美しい道教ということになります。現在その卑弥呼の道教は福,福岡県の村方大社に保存展示されています。そのビデオはこのビデオの後に繋げておきますからどうかご覧ください。その卑弥呼の道教にはとんでもない謎が隠されていました。ナンバー351号でちょうど年前の2013年の 6月に私が発見し、ビデオ化したものです。皆さんも驚かれると思いますが、同鏡は表の鏡の部分ばかりが注目されていますが、これはおかしいですね。同鏡の裏側、つまり今まで同鏡の飾りと言われていた裏側にこそもっと重要な意味が隠されていたのです。今までその謎解きに挑戦した人はいません。 少なくとも2013年の6月に私が胸方大社にある卑弥呼の道教の謎に挑戦するまでそうした視点で道教の謎を考えた人を私は知りません。で、ここに紹介するのは東宮古墳で発掘された道教です。私はいつものようにそのメモリを数えてみました。大変保存の良いというかあまりにもメモリが 綺麗に読み取れたので驚きました。レプリカなのでしょうかともかくも、こうしてご覧いただくように、そのメモリの数を正確に読み取ることができました。サビなどによって潰れているメモリもありませんでした。で、その数について、こうして今皆さんにご覧いただく通りですが、やはり心配なのはあまりにも美しいので、果たしてこれは、 本物なのかという疑問です。つまり、レプリカであり、そのレプリカを制作するにあたって、メモリを適当につけたのではないかという疑問です。メモリをただの飾りと考えている人があまりにも多いからです。で、その数は、このビデオの中で紹介する通りですが、その謎解きは、メモリが正確であるということまで、ことがわかるまで、 ここではペンディングということにしておきます。代わってこのビデオの後に2年前に作りましたビデオナン、no. バー351号をつなげておきます。私にとっては古い初期の頃の作品ということになります。語句の読み方、使い方の間違いはありますが、基本的な考え方、コンセプトは理解していただけるものと思います。どうかご覧になってください。 これはまさに卑弥呼の道教です。と同時に道教の裏面にある今まで模様と考えられていた部分が単なる模様ではなく大変重要な意味を持っていることを皆さんにも理解していただけるものと思います。どうかお楽しみください。なお、一つだけ忠告申し上げるなら道教といってもいわゆる でがしっかりとしたものもあれば、後の人たちが見よう見まねで作った粗悪品もあるということです。一般にそれなりのでがしっかりしたものであれば、銅の純度も高く、サビも少ないです。皆さんも同郷の検証をなさるときは、そんな点に注意して検証なさってみてください。つまり、でのしっかりしたものを検証なさると良いです。 こうした検証の機会を与えてくださった小牧師の八田貝正之さんとその仲間の皆さんにこの場で心から熱くお礼を申し上げます。私のような人間をあた温かく迎えてくださり本当に嬉しかったです。ありがとうございました。ということでこの最後に数字を皆さんに提示してこのビデオを終わります。このビデオが この数字がですね、何を意味するか。謎解きにこれからも挑戦していきたいと思います。Thank you very much for your watching and see you again next time. Bye!Hello, this is Hiroshihayashi Hamamase d Japan.It's my great pleasure that I can talk about the mystery of Himiko and、uh, her disc m i r r o r Which one of them uh, is uh, nearest to Himiko?This is the mirror, I think, or I'm sure. 皆さん、こんにちは。Himiko に一番近い道教はどれかと言われれば、私は迷わずこの道教を挙げます。なぜならば、この道教が沖ノ島で発見され、現在は胸型大社のですね、えー 陳列室に国宝として陳列されているからであります博物館にですね、えー、沖の島からは数万点以上の2万点だったと思いますけども宝物が発見されております、えー、大社の M さんどうもありがとうございますこの資料は門外不出ですけども M さんに特別に送っていただきましたこれがその同居なんですねでまず まあ、ここに英語で書きましたけどどうして起き残してしまうかということはこの続くビデオを見てくださいで私はこの動機を見た時、まあ、とても驚くべきものだということをすぐさま発見しましたまず最初にしたことはこの周りをと取り囲んでいるこの細い線の数ですね私はこれを最初に数えました部分的に薄くなっていて見えないところありますが光を変いてみると見えます この部分ですね、その数が365なんですね、太陽暦の1年の日数と一致したわけであります、これには驚きました、多分中央には地図が以前は彫り込んであったと思うんですけども、それは今はこのようにボロボロになっています、とても残念です、さらにこの道橋にはですね4つのメモリがついております。これを 皆さん、考古学者の先生たちは模様だと言っておりますが、とんでもない間違いですね、これは模様ではありません、4, 4列の、えー、メモリ、グラデュエーション図がついております、それで私とワイフはです、ね、別々の場所で、それぞれ影響し合わないところで,で、すねこの性格を期すために、この三角形の数を数えてみました、正確に数えてみました、皆さんももし確認なさるようでしたら、ビデオをその都度止めてですね、 ご自身でご確認ください。この白い点から白い点、白い,白い点から白い点というようにして、まず数えて、そして後で合計してみたわけであります。まあ、白い点から白い点の手前一歩ですね。一つまでを数えて後で合計してみました。で、私たちは大変注意深くこの数を数えてみました。私がまずやった結果を皆さんにお見せいたします。えー まず一番外側から、まあ、これ全部数えたんですけども、4列数えました。皆さんも数えてみてください。右下部分ですね。まあ、小さくあの、ちょっと見にくいかもしれませんけど、下にメモをしたのが私が数えた数字です。左下部分ですね。A が一番外側になります。で、BCD ときて、D が一番内側の三角形の数、あるいはメモリの数ですね。これが左上の部分です。 このようにして数えました。で、今度はワイフの方も数えまして、これが右上の部分です。数字が下に書いてありますね。右下の部分です。この同鏡の,、まあ、あの素晴らしい点はほとんどサビがないっていうことですね。多少すり減ってますけども、あの三角形についてはきれいに数えられます。 ただあの、細い線につきましては、ですね、光がの当て,当て方によって、線の部分が逆になるところがあるから注意してくださいね。逆ということは、あの飛びあの凹凸部が黒くなり、逆に凸部が黒くなったり、凸部が白くなったりしますからね、注意してください。そして、その結果もまた大変驚くべきものでした。驚きました。 正直言って驚きました。まさにこれは国宝です。国宝にふさわしい道教です。卑弥呼が持っていたに間違いない道教であります。この黒いあの字の方は私が調べた結果です。赤い字はワイフが調べた結果です。全く一致しました。そしてこの3つの数字を見てください。130、121、115、合計しますと366、すなわちウルード氏の1年の日数なんですね。1000の数が 平年の365本。そして、これが366個あるわけですね。何を意味するか。大変なことなんですね、これは。あの、めちゃくちゃつけた数じゃないんですね。じゃあ、この133は何かということになりますね。133というのはですね、13、1 9る7なんですね。この19という数字には特別な意味があるんです。太陽、太陰歴の世界においては特別な意味があるんですよ。 それは何かそれについてはウィキペディアが詳しく説明してますので、まあ、読んでみてください。昔はですね、当時を1年の始まりとしていたんですね。で、11月。しかし、19年に一度、11月1日が当時になるわけです。これを作誕当時と言います。19年に一度ですよ。 で、7ウル同士の七ウルの周期をし小と言ったってわけですね。ここで19、7という数字が出てくるんです。その組み合わせについては、まだ私は謎を解けてませんけれども、まあ、この一行実中には解けると思います。まあ、日本もその中国語の習慣に習って、えー、19年7ウルの原則に基づ、えー、く暦が 正確に運用されたということも書き記されております。これで19の意味が分かりましたね。で、19×7 は何か。もう皆さん、お気づきだと思います。すなわち、この、中田大社の道教、沖の島で見つかったこの道教は、ただの道教ではない。だから、 国宝に指定されてるんですね真ん,中の真ん中、明らかに地図だったと思いますよ。残念ですね。この今、まあ、美術館といいますかあの、ちょっと正式な名前はしてませんが、ここにそれが飾られております。次のビデオを見てくだされば、なぜ沖ノ島かということが分かっていただけます。沖ノ島というのは卑弥呼そのものの島と考えてよろしいわけです。 その証拠をこれから皆さんにお見せします。M さん、どうもありがとうございました。あなたに大変感謝しています。Thank you very much for watching. See you next time. Bye.